ザク,ンンザクセン・アンハルト州ラント・ザクセン。アンハルト・ザクセン・アンハルト州は、ドイツ連邦共和国を構成する16の連邦州の一つであり、1990年のドイツ再統一により、新たに誕生した5州の一つである。州都のマクレブルクは、州のほぼ中心に位置する。州内で最も人口が多いのは、南部の中心地ハレである。ザクセン・アンハルト州は、ドイツ北東、西は、 ニーダーザクセン州、南はチューリンゲン州とザクセン州、東と北はブランデンブルク州に接している内陸州である。州域の南東から中心部のマクデブルクを経由して北へ流れるエルベ川と南から北上しマクデブルクの南東でエルベ川に合流する支流のザーレ川との二大河川を中心として平坦な土地が広がる。南西の一部は北、ドイツにおいて 最も標高の高い部分で、ニーダーザクセン州とチューリンゲン州とにまたがり、ハルツ山地が広がる。最高峰は、ブロッケン現象で知られる、ブロッケン山である。今日の州に属する領域は、ドイツ帝国時代のプロイセン王国ザックセン州の大部分、アンハルト公国の全域、ブラウンシュバイク公国の一部を合わせた部分に相当する。訂正崩壊後は、それぞれ、バイマル共和政の国たる。 アンハルト自由州、ブラウンシュバイク自由州となったが、枠組みの変更はなかった。1944年7月、プロイセンのザクセン州は再編され、北半分がマクデブルク州、南半分がハレメルゼブルク州となり、エアフルト周辺はチューリンゲン州に編入された。第二次世界大戦後は、ソビエト連邦の管理地区となり、1945年にマクデブルク州、 ハレメルゼブルク州、アンハルト自由州、そしてブラウンシュバイク自由州に属していたカルフェルデーと、ブランケンブルク軍の東部、チューリンゲン州に属していたアルシュテットとが統合され、新たなザクセン州が成立した。この時点での州の面積は24,576キロ平方メートルあった。州とはマクデブルクが繊細で壊滅状態であったため、れに置かれたが、ソ連占領地区では、 米英仏占領地区とは異なり、州の上に設置された、中央行政機関による、中央集権的な行政がされた。州名は、同年のうちにザクセンアンハルト州に、1947年に、プロヴィンツからラントに改称された。1947年から1952年の、宗教1990年以降の宗教1949年、ドイツ民主共和国が成立し、 その5州のうちの1州となった。1952年の地方行政改革により、州を廃止し、県を設置することになり、ザクセンワンハルト州は、おおむねマクデブルク県とハレ県になったが、一部は、周辺の県に編入された。1990年10月3日、マクデブルク県、ハレ県、コトブス県のイエス戦軍によって、新たに、ザクセンワンハルト州が誕生した。 州の人口は減少傾向にあり、ドイツの16州のうち、1996年以降は第10位であったが、2004年には第11位となった。2004年1月1日、県を廃止し21の軍と、軍に属さない3つの軍独立市となった。21の軍の下には、行政単位として121の市と918の町村が含まれた。2007年7月1日、 軍の再編が行われ、全11軍と3つの軍独立士となった。衆議会は一員制で、議員は小選挙区比例代表併用制で選出される。2020年現在の議席数は87。2016年3月13日に行われた衆議会選挙での各党の得票率、獲得議席数、議席占有率は以下の通りである。改選前は、 セディ・エスピーディーの二党連立により、ライナー・ハーゼロフが、州首相を務めていたが、これに、グランを加えた三党の連立により、ハーゼロフが、州首相の座を継続することとなった。州の行政単位は11の軍と、軍には属さない3つの軍独立首都で構成される。軍の下には、行政単位として、首都、マチソンが含まれる。なお、2004年から2007年までは、 軍は21あったが、集約されて、現在の数となった。軍と、軍独立し2004年から2007年の軍と、軍独立し軍、編集アルトマルクザルツベーデル軍アンハルトツェルプスト、軍アッシャースレーベンシュタスフルト軍ベルンブルク軍、ビッターフェルト軍ベルデ軍、ブルゲンラント軍ハルバーシュタット軍イエリヒョアー、ラント軍ケーテン軍マンスフェルダーラント軍、メルゼブルククベアフルト軍、オーレ軍、 クベードリンブルク軍ザール軍、ザンガーハウゼン軍、シェーネベック軍、シュテンダール軍、バイセンフェルス軍、ベルニゲローデ軍、ビッテンベルク軍軍独立し、編集1991年1月29日に制定された。紋章の上半分はザクセン、下半分はアンハルトに由来する。右上に描かれた黒いワシは、プロイセンの象徴である。ありがとうございます。